んにちは。ですね、先ほどの台風、さっき12時ちょっと前ぐらいでしたかね、今現在4時半ぐらいです。まあちょっと見てもらうと、ちょっと若干ね、草とかが折れたりしてるんですけど、まだこの辺はほとんど被害ないです、はっきり言って。風も弱いですね、雨も小雨ぐらいっていうところで、さっきからあんまり変わってないと思うんですよね。で、これからまあ、餌やりをもう一回やるんですけど、これからまあ、夜からまあ、明日の朝未明にかけて、この辺も直撃するみたいなので、もしかしたら牛舎が明日はないかもしれません。ということで、ビクビクしながらやっていきたいと思います。雨に濡れてるからじゃないですか、これ。うわ、水たまりになってるし、これ。うわ、終わった。濃厚飼料がおかゆになってる。濃厚飼料がおかゆになってるっす。どうするんですか。どうしよう、これ。どうか。これ、あげないパターンが一番いいよね、これね。掃除のことを考えると。ねえ。すでにこれ掃除した方がいいレベルだもんね。どうしよう。そうだし、電線がやばいんですよ。だから雨の中、これからこのしょぼい草刈り機でこいつらをやります。長靴に穴が開いて
多分5時半から6時ぐらいだと思います。ですね、ちょっと1分ごとに風がどんどん強くなってまいりまして、雨がすごいです。で、牛舎の中はですね、横に雨が降ってくるので、みんな雨に当たってる状態です。今日の夜から明日、台風がすごいことになって、ならないように祈って帰りたいと思います。